4月13日の放送です。今夜も絵を描いていく。風景画ってどうやって描いたらいいんだろう、なんだろう、こうもっとかっこいい感じに描きたい。色が微妙に良くないな、もっさりしている、もうちょっと抜け感が欲しいな。とりあえずまだ手が入っていない右上の方を描いていこう。葉っぱも描いていく。道ももっと表情とやらをつけなければ。日本画の胡粉という絵の具、白色。光を入れていこう。どんどん色を重ねていこう。この辺りも重要な場所。色でリズムを作りたい。お腹減ったな。もう集中力ないや。昨日の残り汁に激安うどんを入れる。結局これが一番美味しい。すべての食材に感謝を込めていただきます。見た目は悪いけどうどんは美味しいな。お腹を壊さないようにすごい煮込む。それが肝心。もう疲れた、寝よ。ではチャンネル登録するかどうかはお任せしますので、もしよかったらもう一本作品見ていただけるととても嬉しいです。売れない画家アトリエでした。